昨日から逮捕クラスの犯罪が暴かれている。個人献金の制度を悪用。個人献金優遇は個人の経済、政治への関与を増すための優遇政策。政治家のダーティーマネーのロンダリングとは全く関係ないもの。それがダーティーマネーをさらに辞職に使うものなんてありえない。ネトウヨの議員にこういう悪用が目立つ。ネトウヨの代表というと、安倍晋三、それに稲田朋美、都知事をやっている小池百合もネトウヨの代表だ。国民はネトウヨには特に注意しよう。